さっきのね、毎日新聞のこれ記事には書いてますよ、これ。現場の共有が、8月の7日、28名。現場の共有が希望する教科書を使えない事態や、教育内容の強制につながる恐れがあるって。とんちんかんも甚だしいですね。だってこれは教育委員会が決定権を持ってるんですから、決めたものをそれは使ってくださいって、強制につながる恐れがあるって、これはとんちんかんですね。それからこれは、まあ、これはあれか。話しているだから毎日のあれでもないのか、竹内さんという教授が、教育委員は首長が議会の同意を得て任命するため、教育に対する政治の介入が強まる恐れもある。だってそれは地教業法上そういう仕組みで教育委員会に採択権を渡してるってことは、民主的な統制はどこかで及ばさなきゃいけない。現場と民主的な統制のバランスの中で地教業法があるんだから、現場に全部任せておけばいいなんて、この毎日新聞のこの考え方というか価値観、本当に僕はおかしいなと思って、大体責任のない現場、選挙で僕らは落とされる、まあ、そこに責任というものがあるから、行って教育委員会を任命できる、でその教育委員会に教科書を選ばせる、これは地教業法で、何にもそれ、責任も負わない、そういう位置づけもない、現場の教員に全部採択権なんか渡して、どうするんですかね、こんなの。だから毎日新聞のデスクか誰か分かりませんけども、記事書いて、現場の記者が記事書いてデスクに修正されたら、それは強制されたって言うんですかね、毎日新聞の記者はね。で自分たちに全部決定くれって言うんですかね。僕は毎日新聞の記事は共同通信弊社が配信した、でも載せてるんだから、それは責任あるじゃないですか。それはこの記事に関する解釈っていうのは、その記者が言いますけど、どういうつもりでかとかまあでもトンチンカンですよ、こんなの。それからあの慰安婦問題についてだって、ま、毎日の社説はもう全く何が争点で何が問題点なのかということを分からずに、もう感情的に、まああいうふうな社説とか書いて新聞としての手をなしてませんね。あれなんですか、結局慰安婦像がアメリカの方のアメリカにどんどん広がっていくこと、これはやっぱりちょっと違うんじゃないかというのは、これは朝日も毎日もやっぱりその感覚はまずあるんでしょうね。でその問題点が何かということは、朝日は迷ってるんですよ。これはアメリカでどんどん慰安婦像が広がっていくことっていうのは、これはやっぱり違うなと思ってるんだけども、でも今まで朝日も毎日も慰安婦の問題っていうのは、とにかく口はもう何も出さない、意見は言わないっていう方針でこう来たから、どう主張をまとめようかっていうことで悩んでるんでしょうけど、毎日は早々と社説で謝り方が不十分だから、きちんと謝ってるのに、日本がちゃんと謝ってるのに、それが伝わってないことが誤解だっていうふうに思ってるか、そういう社説の書き方になってますから、あ違いますよ。それはいくら謝ったって、どういう償いしたって、これなぜ国際社会や韓国が日韓基本条約やその請求権協定で終わりに、韓国はしない、韓国は終わりというふうにしないのかといったら、それはホロコーストと同じような、もう人類史上もう得意なその事件だから、通常の生産協定では終わらせないよっていうのが韓国の主張であり、国際社会の主張ですよ。だからいくら謝罪をしたところで、いくらそういう態度を見せたところで、きちんと法的な責任を取らない限りは、それは人類史上とんでもないことをやったんだから、ホロコーストと同じようなことのとんでもないことをやったんだから、日本はあんな程度のことではダメで、あんな程度の誤りだったり、あんな程度の生産協定ではダメですよっていうのが国際社会の主張であり、韓国の主張である。だから僕はそこが問題点だと思ったから、本当にあの慰安婦の問題っていうのは、慰安婦の方にはこれは筆舌に尽くしがたい、その大変な苦境を味わったこと、そういうところについては我々はきちんと考えながら対応もしなければいけないけれども、しかしその国際社会が言ってるような、いわゆる性奴隷だったのかどうなのかっていうところのね、事実をはっきりさせないと、いつまでたってもね、これ誤り続けたって、その誤りじゃダメだって話になるわけです。だからそこは歴史的に検証すべきだということで、僕は河野談話のね問題提起もした。さっきのね、毎日新聞のこれ記事には書いてますよ、これ。現場の共有が、8月の7日、28名。現場の共有が、
希望する教科書を使えない事態や教育内容の強制につながる恐れがあるって、トンチンカンも甚だしいですよ。だってこれは教育委員会が決定権を持ってるんですから、決めたものをそれは使ってくださいって、強制につながる恐れがあるって、これはトンチンカンですね。それからこれは、まあ、これはあれか、話しているだから毎日のあれでもないのか、竹内さんっていう教授が、教育委員は首長が議会の同意を得て任命するため教育に対する政治の介入が強まる恐れもある。だってそれは地教業法上そういう仕組みで教育委員会に採択権を渡してるってことは、民主的な統制はどこかで及ばさなきゃいけない、現場と民主的な統制のバランスの中で地教業法があるんだから、現場に全部任せておけばいい。さっきのね、毎日新聞のこれ記事に書いてますよ、これ。現場の共有が、8月の7日、28名。現場の共有が希望する教科書を使えない事態や、教育内容の強制につながる恐れがあるって。トンチンカンも甚だしいですよ。だってこれは教育委員会が決定権を持ってるんですから、決めたものをそれは使ってくださいって、強制につながる恐れがあるって、これはトンチンカンですね。それからこれは、まあ、これはあれか、話しているだから毎日のあれでもないのか、竹内さんっていう教授が、教育委員は首長が議会の同意を得て任命するため教育に対する政治の介入が強まる恐れもある。だってそれは地教業法上そういう仕組みで教育委員会に採択権を渡してるってことは、民主的な統制はどこかで及ばさなきゃいけない、現場と民主的な統制のバランスの中で地教業法があるんだから、現場に全部任せておけばいいなんて、この毎日新聞のこの考え方っていうか価値観、本当に僕はおかしいなって思って。だいたい責任のない現場、選挙で僕らは落とされる、まあそこに責任というものがあるから行って教育委員会を任命できる、でその教育委員会に教科書を選ばせる、これは地教業法で、何にもそれ責任も負わない、そういう位置づけもない、現場の教員に全部採択権なんか渡してどうするんですかね、こんなの。だから毎日新聞のデスクか誰か分かりませんけども、記事書いて、現場の記者が記事書いてデスクに修正されたら、それは強制されたって言うんですかね、毎日新聞の記者はね。で自分たちに全部決定くれって言うんですかね。僕は毎日新聞の来る記事は共同通信弊社が配信した。でも載せてるんだから、それは責任あるじゃないですか。それはこの記事に関する解釈っていうのは、その内田さんが言いますけど、どういうつもりで書いたのかっていうのに関しては口出しできないんで、まずじゃあ共同通信。うん、まあでもトンチンカンですよ、こんなの。それからあの慰安婦問題についてだって、ま、毎日の社説はもう全く何が争点で何が問題点なのかっていうことを分からずに、もう感情的にまあああいうふうな社説とか書いて新聞としての手なしてませんね。あれなんですか、結局慰安婦像がアメリカの方のアメリカにどんどん広がっていくこと、これはやっぱりちょっと違うんじゃないかというのは、これは朝日も毎日もやっぱりその感覚はまずあるんでしょうね。でその問題点が何かということは朝日は迷ってるんですよ。これはアメリカでどんどん慰安婦像が広がっていくことっていうのは、これはやっぱり違うなと思ってるんだけども、でも今まで朝日も毎日も慰安婦の問題っていうのはとにかく口はもう何も出さない、意見は言わないっていう方針でこう来たから、どう主張をまとめようかっていうことで悩んでるんでしょうけど、毎日は早々と社説で謝り方が不十分だから、きちんと謝ってるのに、日本がちゃんと謝ってるのにそれが伝わってないことが誤解だっていうふうに思ってるか、そういう社説の書き方になってますから、あ違いますよ。それはいくら謝ったって、どういう償いしたって、これなぜ国際社会や韓国が日韓基本条約やその請求権協定で終わりに韓国はしない、韓国は終わりというふうにしないのかといったら、それはホロコーストと同じようなもう人類史上もう得意なその事件だから、通常の生産協定では終わらせないよっていうのが韓国の主張であり、国際社会の主張ですよ。だからいくら謝罪をしたところで、いくらそういう態度を見せたところで、
きちんと法的な責任を取らない限りは、それは人類史上とんでもないことをやったんだから、ホロコーストと同じようなことのとんでもないことをやったんだから、日本はあんな程度のことではダメで、あんな程度の誤りだったり、あんな程度の生産協定ではダメですよっていうのが国際社会の主張であり、韓国の主張である。だから僕はそこが問題点だと思ったから、本当にあの慰安婦の問題っていうのは、慰安婦の方にはこれは筆舌に尽くしがたい、その大変な苦境を味わったこと、そういうところについては我々はきちんと考えながら対応しなければいけないけれども、しかしその国際社会が言ってるような、いわゆる性奴隷だったのかどうなのかっていうところもね、事実をはっきりさせないと、いつまでたってもね、これ誤り続けたって、その誤りじゃダメだって話になるわけです。だからそこは歴史的に検証すべきだということで、僕は河野談話のね、問題提起もした。さっきのね、毎日新聞のこれ記事に書いてますよ、これ。現場の共有が、8月の7日、28名。8月の7日、28名。現場の教諭が希望する教科書を使えない事態や、教育内容の強制につながる恐れがあるって。とんちんかんも甚だしいですよ。だってこれは教育委員会が決定権を持ってるんですから、決めたものをそれは使ってくださいって、強制につながる恐れがあるって、これはとんちんかんですね。それからこれは、まあ、これはあれか、話しているだから毎日のあれでもないのか、竹内さんという教授が、教育委員は首長が議会の同意を得て任命するため、教育に対する政治の介入が強まる恐れもある。だってそれは地教業法上そういう仕組みで教育委員会に採択権を渡してるってことは、民主的な統制はどこかで及ばさなきゃいけない、現場と民主的な統制のバランスの中で地教業法があるんだから、現場に全部任せておけばいいなんて、この毎日新聞のこの考え方っていうか価値観、本当に僕はおかしいなって思って、大体責任のない現場、選挙で僕らは落とされる、まあそこに責任というものがあるから行って教育委員会を任命できる、でその教育委員会に教科書を選ばせる、これは地教業法で、何にもそれ責任も負わない、そういう位置づけもない、現場の教員に全部採択権なんか渡してどうするんですかね、こんなの。だから毎日新聞のデスクか誰か分かりませんけども、記事書いて、現場の記者が記事書いてデスクに修正されたら、それは強制されたって言うんですかね、毎日新聞の記者はね。で自分たちに全部決定くれって言うんですかね。僕は毎日新聞の記事は共同通信弊社が配信した。でも載せてるんだから、それは責任あるじゃないですか。それはこの記事に関する解釈っていうのは、その内田さんが言いますけど、どういうつもりで書いたのかっていうのに関しては口出しできないんで、まずじゃあ共同通信。まあでもとんちんかんですよ、こんなの。それからあの慰安婦問題についてだって、ま、毎日の社説はもう全く何が争点で何が問題点なのかということを分からずに、もう感情的に、まああいうふうな社説とか書いて新聞としての手なしてませんね。あれなんですか、結局慰安婦像がアメリカの方のアメリカにどんどん広がっていくこと、これはやっぱりちょっと違うんじゃないかというのは、これは朝日も毎日もやっぱりその感覚はまずあるんでしょうね。でその問題点が何かということは朝日は迷ってるんですよ。これはアメリカでどんどん慰安婦像が広がっていくことっていうのは、これはやっぱり違うなと思ってるんだけども、でも今まで朝日も毎日も慰安婦の問題っていうのはとにかく口はもう何も出さない、意見は言わないっていう方針でこう来たから、どう主張をまとめようかっていうことで悩んでるんでしょうけど、毎日は早々と社説で、誤り方が不十分だから、きちんと謝ってるのに、日本がちゃんと謝ってるのに、それが伝わってないことが誤解だっていうふうに思ってるのか、話しているだから毎日のあれでもないのか、竹内さんという教授が、教育委員は首長が議会の同意を得て任命するため、教育に対する政治の介入が強まる恐れもある。だってそれは地教業法上そういう仕組みで教育委員会に採択権を渡してるってことは、民主的な統制はどこかで及ばさなきゃいけない、現場と民主的な統制のバランスの中で地教業法があるんだから、現場に全部任せておけばいいなんて、この毎日新聞のこの考え方というか価値観、本当に僕はおかしいなと思って、大体責任のない現場、選挙で僕らは落とされる、まあそこに責任というものがあるから行って
教育委員会を任命できる。でその教育委員会に教科書を選ばせる。これは地教業法で、何にもそれ責任も負わない、そういう位置づけもない、現場の教員に全部採択権なんか渡してどうするんですかね、こんなの。だから毎日新聞のデスクか誰か分かりませんけども、記事書いて、現場の記者が記事書いてデスクに修正されたら、それは強制されたって言うんですかね、毎日新聞の記者はね。で自分たちに全部決定くれって言うんですかね。僕は、毎日新聞の送る記事は共同通信弊社が配信した。でも載せてるんだから、それは責任あるじゃないですか。それはこの記事に関する解釈っていうのは、その内山さんが言いますけど、どういうつもりで書いたのかっていうのに関しては少し出していないんで、まずじゃあ共同通信。うん、まあでもトンチンカンですよこんなの。それからあの慰安婦問題についてだって、ま、毎日の社説はもう全く何が争点で何が問題点なのかってことを分からずに、もう感情的にまあああいうふうな社説とか書いて新聞としての手なしてませんね。あれなんですか、結局慰安婦像がアメリカの方のアメリカにどんどん広がっていくこと、これはやっぱりちょっと違うんじゃないかっていうのは、これは朝日も毎日もやっぱりその感覚はまずあるんでしょうね。でその問題点が何かっていうことは朝日は迷ってるんですよ。これはアメリカでどんどん慰安婦像が広がっていくことっていうのは、これはやっぱり違うなと思ってるんだけども、でも今まで朝日も毎日も慰安婦の問題っていうのはとにかく口はもう何も出さない、意見は言わないっていう方針でこう来たから、どう主張をまとめようかっていうことで悩んでるんでしょうけど、毎日は早々と社説で謝り方が不十分だから、きちんと謝ってるのに、日本がちゃんと謝ってるのにそれが伝わってないことが誤解だっていうふうに思ってるか、そういう社説の書き方になってますか。あ、違いますよ。それはいくら謝ったって、どういう償いしたって、これなぜ国際社会や韓国が日韓基本条約やその請求権協定で終わりに、韓国はしない、韓国は終わりというふうにしないのかといったら、それはホロコーストと同じようなもう人類史上もう得意なその事件だから、通常の生産協定では終わらせないよということは、民主的な統制はどこかで及ばさなきゃいけない、現場と民主的な統制のバランスの中で地教業法があるんだから、現場に全部任せておけばいいなんて、この毎日新聞のこの考え方というか価値観、本当に僕はおかしいなと思って、大体責任のない現場、選挙で僕らは落とされる、まあそこに責任というものがあるから行って教育委員会を任命できる。でその教育委員会に教科書を選ばせる。これは地教業法で、何にもそれ責任も負わない、そういう位置づけもない、現場の教員に全部採択権なんか渡してどうするんですかね、こんなの。だから毎日新聞のデスクか誰か分かりませんけども、記事書いて、現場の記者が記事書いてデスクに修正されたら、それは強制されたって言うんですかね、毎日新聞の記者はね。で自分たちに全部決定くれって言うんですかね。僕は毎日新聞の送る記事は共同通信弊社が配信した。でも載せてるんだから、それは責任あるじゃないですか。それはこの記事に関する解釈っていうのは、その内山さんが言いますけど、どういうつもりで書いたのかっていうのに関しては少し口出していないんで、まずじゃあ共同通信。うん、まあでもトンチンカンですよこんなの。それからあの慰安婦問題についてだって、毎日の社説はもう全く何が争点で何が問題点なのかってことを分からずに、もう感情的にまあああいうふうな社説とか書いて新聞としての手なしてませんね。あれなんですか、結局慰安婦像がアメリカの方のアメリカにどんどん広がっていくこと、これはやっぱりちょっと違うんじゃないかっていうのは、これは朝日も毎日もやっぱりその感覚はまずあるんでしょうね。でその問題点が何かっていうことは朝日は迷ってるんですよ。これはアメリカでどんどん慰安婦像が広がっていくことっていうのは、これはやっぱり違うなと思ってるんだけども、でも今まで朝日も毎日も慰安婦の問題っていうのはとにかく口はもう何も出さない、意見は言わないっていう方針でこう来たから、どう主張をまとめようかっていうことで悩んでるんでしょうけど、毎日は早々と社説で謝り方が不十分だから、きちんと謝ってるのに、日本がちゃんと謝ってるのにそれが伝わってないことが誤解だっていうふうに思ってるか、そういう社説の書き方になってますか。あ、違いますよ。それはいくら謝ったって、どういう償いしたって、これなぜ国際社会や韓国が日韓基本条約やその請求権協定で終わりに、韓国はしない、韓国は終わりというふうにしないのかといったら、それはホロコーストと同じようなもう人類史上もう得意なその事件だから、通常の生産協定では終わらせないよっていうのが韓国の主張であり、
国際社会の主張ですよ。だからいくら謝罪をしたところで、いくらそういう態度を見せたところで、きちんと法的な責任を取らない限りは、それは人類史上とんでもないことをやったんだから、ホロコーストと同じようなことのとんでもないことをやったんだから、日本はあんな程度のことではダメで、あんな程度の